アーセナル対マンチェスターユナイテッド戦での林良平さんの解説が炎上。知らない方にざっくり説明すると、先日行われたアーセナル対マンチェスターユナイテッドのビッグマッチで、林良平さんの解説がアーセナル寄りだと一部ユナイテッドサポーターから苦情が寄せられ、林さんが X で謝罪する事態になりました。ただ謝罪した林さんに対して、公平でしたよ、謝罪しなくていいです、といった擁護意見も多くあり、どちらかというと擁護意見の方が多いように感じますね。僕もこの試合ライブで見てたんですけど、別に解説に違和感なく普通に楽しめましたね。まあリバプールファンで林さんの解説が好きな僕が言ってもあれなんですけど、ただ僕も経験あって、実況解説が不愉快で試合に 100% 集中できないのってめっちゃ嫌じゃないですか。かといって音を消すわけにもいかないし、なんでできればワウワウみたいに英語実況と日本語実況を選べるんがベストやと思うんですよね。スポTVさん、できたらお願いします。